いや、今回はね、小刻みなロスカットを3回4回出しちゃいましたね。全然ダメでしたね。今日は5月7日朝5時45分ですけども、昨日の収束ブレイクを振り返ってみようかと思います。ちょっとこちらの方をご覧いただきましょうか。まずはまあ、いつも通り、デイリーからですね。どうぞ。はい、デイリーの方なんですけども、動きとしてはね、下からぐーっと上がってきたのが、ヘッド&ショルダーにならずに、今、妙な形になっているところなんですよ。そう、ちょっと横ばいなんですよね。まあ、ですんで、これね、上昇も下落も起きないという、ルーレットで言ったら、0とか00が来ちゃったような状態です。黒にベットしても、白にベットしても、白じゃないか、赤にベットしても、どっちも、ちょっとね、取られちゃったって感じですよね。今、そういう状態に入ってます。いや、本当にね、難しいところでしたね。難しいところが来たよって言ってましたけど、本当に難しいですね。これ見て分かりの通り、もう抵抗体ここにできちゃったんですよね。で、上がここかと思ったんですけど、今新たにここに設定されるようになっちゃいました。というところで横ばいのレンジが始まってますね。下落して、上昇して、横ばいに入りましたってことです。エントリーするタイミングがちょっと持てないですね。1時間軸見てみると、まさにボックスでしょ、これ。最初はね、この収束、このラインを引いたのでいけたかなと思ったんですけども、上の方にブレイクするかなと思ったらしない、下の方にブレイクするかなと思ったらしない、上の方にブレイクするかと思ったらヒゲ出して戻っていく、そして今下にヨロヨロと入ってるわけなんですよ。ですんで、まあここもね、まあ最悪ロスカット食らってるんですよ、上下したんで。で、今手ぶらで見てる状態です。 だからトライアングルを下の方に割ったんですけども、なんか伸びていかないんですよね。ですね、ちょっとね、考え方を変えます。仕切り直しです。このレンジでちょっとね、進めていきます。このレンジで進めていって、そして、まあ、セルに入るとしたらここを超えてからですね。108円の910を超えた場合、セルでエントリー。で、バイの方はちょっと考えにくいですね、こうなったら。バイの方に行くのかなと思ったんですけども、行きそうないです。というところで、今日は108円の910に、セルのエントリーポイントを設定しながら、まあ、すぐには行かないでしょうからね。もう、明日あたりじゃないですか、エントリーする日っていうのは。いやー、それがダメだったら、今週は、利益なしよで 終わるしかないですね。まあ、こんな時もありますよ。そのために普段しっかり稼いでるわけですからね。ちょっと今週は行けてなかったですね。以上でございます。ありがとうございます。